今日が火曜日なんだよね。もうなんか今日が何曜日なのかが分かんなくなってくる。もうごっちゃごちゃになっちゃいます。今日の夕食はサバの炙り。あら、美味しそうなの食べてるじゃない。いいね。生誕グッズセットのサインのやつ当たりました。あ、おめでとうございます。いや、あのさ、私コスモス祭りに行ったからなのかわかんないんだけど、ちょっと蚊に噛まれました、この時期に。蚊に、足に3箇所4箇所ぐらい噛まれて、そう、めっちゃね、かゆい。もう私結構なんだろう、あんまりね、なんかここ何年かそんな蚊に噛まれることはなかったんですけど、そう、ここに来てめっちゃ噛まれました。私はね、蚊に噛まれたって言うんよ。多分まあ人によって、あーでもコスモスじゃないな、あそこだわ、多分あそこ行っていっぱい噛まれたんかな。まあそれはまたいずれ載せます。そう、まあ書いたら悪化しちゃうんでね、お薬に塗りたいと思います。うん、大型刺されやすいんだ。まあ私大型じゃないんですけどね。そう、そう、私もだいたい蚊に噛まれるやけど、まあたまに刺されるってちょっと言うぐらいで、もうだいたい蚊に噛まれるって言いますね、私は。なんかさ、やっぱ血液型によってなんか性格ってあるじゃん、なんか4つに、まあ、血液型4つあるんですけど、なんか性格がさ一応あるじゃん。なんか A 型は几帳面とか、あんま覚えてないんですけど、私ね、よく投票しよっか、私何型に見えますか。まあ知ってる人もいると思うんですけど、あ、待って、またちょっと投票機能が変だからちょっとやめとこう。今日私って何型に見えますか。まあ多分知ってる方も何人かいらっしゃるとは思うんですけど、そう、知ってる人は答えない方がいいかもしれない。そう、血液型で性格診断みたいなのはガセです。まあね、必ずしもそれが正しいってわけじゃないですもんね。そう、私ね、結構なんか O か B って言われるんです。なんか O か B っぽいって言われるんです。まあ A なんですけど、そう、一応 A 型です。
なんか O か B っぽいって言われるの。もうなんか O 型がどんなんで B 型がどんなんとか何も覚えてないんやけど、そうそう、いや別にそんな綺麗好きでもないかも。あーなんだろう、うん、そんなに綺麗好きではないですね。どっちかっていうと片付けるのが超苦手なタイプの人間です。まあ割となんだろうか、ちょっと適当な部分だったりとか大雑把な部分は全然あるので、まあでもなんか変なとこ几帳面じゃないけどさ、例えばあのプリン、まあそれはなんか A 型も血液型関係ないと思うんだけど、プリント半分によるときちょっとずれるのはね、だいぶねちょっと嫌なんですよ。そうだからそういうのはちゃんと綺麗にしたいなと思うんだけど、でも基本的にそんな綺麗好きではないですね。まあね、これって本当ネタなん、もう話のなんだろうか、それが全てじゃないからね。でも私はもう一番 O か B って言われます。そうそう、っていうことですね。あんまりちょっと待って、目薬入れる、私目が、ね、乾燥してしまう。あー目が潤う。なんで血液型の話始めたんだっけ？あ、蚊からそうなったのか。まあ、いいや。まあ、その私がコスモス祭りに行った日に他にもいろんなとこに行ったんですけど、その時に多分噛まれましたね。こんばんは。まあそう、
今日またね別の写真も載せようと思ってるので楽しみにしててくださいな。さあ今日は何の話をしようかな。ああそうだあれだ、今日は発表されたんですけど、あの久しぶりのリップグロスのやつで、あのリアルで対面でお話し会をすることがね発表されました。2月18日土曜日でございます。場所はまだ決まってないんですけど関東のどっかって言われてます。で今回はグループでのお話し会っていうことで、あの私はゆいゆいとズッキーとハッツと同じレーンでございます。でそれで先着じゃない抽選で240名の方でございます。さあ私のファンの方は何人来てくださるんでしょうか。あれなのかな、一人指名するタイプではなくてなんかそれぞれとお話ししていくって感じなのかな、ちょっとわからないですね。まあ一人でも多くの私のファンの方が来てくれますように。と願っております。個人的にはね、まあハッツと同じレンなのは嬉しいです。当選願ってますハッツね。ハッツはもう先週会ったばかりですけど、そう。次いつ会えるかな。11月頭かな、話し会。でも、あの、かぶってないとちょっと会えないけど、そうそう。でもちょっと本当に待って、10月も下旬に入っちゃう。そんな事実受け入れたくない。何もしてない今月。もう今日からやるしかない。わあやだ、受け入れたくないよそんな現実。現実逃避したいレベル、やだもう現実逃避したいレベルでございます。助けてください。みんなで頑張りましょう。うん、みんなで頑張ろう。ちょっとずつ、うん、もうね全然できてません。もう本当にね
やばいんです。ちょっとずつ頑張ろうみんなで。まあ無理そう、そういうことを何度も経験して大人になるんだよな。もう私はね、これまでに何度も経験してるのに学ばない、学ばない人間だから、もうね、先延ばしもいいところです。でももうそろそろやらないとやばいんですよ。みんなエールちょうだい。私もみんなにエール送る。みんな頑張れ。あ、頑張れだって、ありがとう。頑張るんば、ファイティン、頑張るんば、ありがとう。あ、ありがとうございます。みんなも頑張ってみんなも頑張っていこう、一緒に頑張ろう。あ、来月愛媛ルンバさんに会いに行く。うわ、ありがとうございます。じゃあれかな、ジョンマイラブかな、11月中旬ぐらい。頑張ろうみんな。でも多分ね、なかなかもうね、うまくいかないこといっぱいですけど、でももうやるしかないんだよね。なんか取り組み始めればもう半分終わったようなもんっていう言葉を知って、そう、いやまあちょっと気持ちは楽になったけどね、取り組めないっていうね、ちょっとおバカなことになってますけど、明日取引先の前でプレゼンする。はあ、頑張ってください。それはまあ本当それって言い訳なんですけど、そうそう、ありがとう、みんなからのエールが嬉しいよ。で、まあちょっと多分そういう風に定期的に私はみんなへエールを求めると思いますけど、どうか助けてください、その時はそしてその分私はみんなにエールをお返しします。ちょっとエールの交換をしたということで、ここから何の話を、あ、嬉しい、みんなありがとう。まあ明日水曜日でね、平日の半ば
ちょっと一番きつい時だから、あ、わかんない、一番平日の中で一番きつい日っていつなんだろうね。うん、私やっぱ水曜日かなとは思うんですけど、皆さんは何曜日が一番きついなって思います？まあ月曜日は確かに気、一番気が重いよね。そう、月曜日は一番気が重いし、水曜日はもうなんかまずまだ平日が長いなーみたいな感じだし、でも火曜日も割ときつい気がするな、まだ火曜日かみたいなまだ火曜日かみたいな感じで、まあそれは結構人それぞれだよね。あー、それはあるかも、確かに。土日以外もうそれ全部平日全部やわ。お仕事の翌日が一番悲しい。あー、結構ね、なんだろうか、終わった後今日もちょっと頑張ろうって思えるけど、ちょっと時間経つとさね、悲しくなるし。そうそう、ロスね、私も結構そういうロスとかで 2,3 日何もできないことあるからさ、うわ時間無駄にしたなって思うこといっぱいある。でも私も最近時間無駄にしてばっかなんですよ。そう、皆さんあります？うわ時間無駄にしたなって思うこと。まあ私ほぼ毎日なんですけど、だから結構さ、その時のさ精神的なダメージってすごいんだよね。無駄と思わなければ無駄じゃない、まあ確かに確かにね。なあ、しょっちゅうだよ、しょっちゅうしょっちゅうじゃんあ時間を贅沢に使ったと思えば、なるほどね、贅沢に。まあそう思うことにしよっかな。私最近さ夢見て、カメムシ、あこの話したっけ、あのカメムシがあのすっごいめっちゃ大量発生したわけじゃないんだけど、あのなんか現実的にありそうな大量発生みたいな、ドアに3匹とか天井に3匹とか床に2匹みたいなのがポツ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 あってっていう意味でのカメムシがめっちゃいいんでできた夢見て、で夢占いしたら、あなたそれ疲れてますって言われた。疲れてんの私って思いながら、なんかあんまりさそんな疲れたことないのにあなた疲れてますって夢占いで結果出る、たまにあるんだよね。だからまあその分休めたっていうことにしたいなって思うんですよその夢占いで言われたように。そう、でも最近ほんと寝落ちすること多くて、そう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 、
今年はカメムシが例年より多いと聞きました。じゃあそれが私の夢に出てきたってこと？カメムシが面白すぎるそれはそれで面白いんだけど。うん、全然カメムシ見たわけじゃないんですよ。そうなのになんで急にカメムシって思うんだけどね。そう、せめてね、なんかほんと寝る前にちょっとだけでもストレッチできたらいいんだけど、それすらできずにバタン球みたいな。まあ歯磨きとかもう終わってるから、まあ、一応ベッドの上で寝てるんだけど、そうそう、ちょっとたまにね、たまにっていうか最近そういうこと多くて。自分は可愛くカメちゃんって呼んでます可愛いカメちゃん。バタンキューとは昭和の言い回しを。あ、そう？でもバタンキューって言わん？ぷよぷよのゲームとかでバタンキューって言うやん。言わんけ。いや、言うと思うわ。寝落ちするのは疲れてる証拠。マジ？もう私ここ4日ぐらいずっと寝落ち。まあでも本当に、でも一番面白いのは、面白いというかおかしいなって自分で思うのは、ストレッチしてる時にもうそのまま寝ちゃって床で寝てるっていうこと。まあ1時間ぐらいで起きて、あ、今1時じゃんとか。で、まあすぐにベッドに、布団に入って寝るんだけど。そう。もうそのまま、なんか、よし、ストレッチするかと思ったらすやって寝てたりとか よし、ここまではできたから、じゃあ次行くか、あ、でもちょっと疲れたなって思ったらすやって寝ちゃったりとかっていうことが割とある。うん、危ないですね。でもせめて前ももとふくらはぎを伸ばしたいんだけどなみたいな。あ、やっぱ疲れてんの？でも結構ね、ぐっすり眠れるから、それはそれでいいんですけど。みんなに それは疲れてるって言われちゃった。やん。割とって言っても、ここ数日でまあ、2回3回ぐらいそういうことがありました。そうそう。やばい、みんなに心配されてしまう。そういう配信じゃないんだけど、あれ、どうしようどうしよう。そう、もうほんとね、床にこうやって寝てって、あ、1時か、よし寝よう、もう寝よう、おやすみってなる。そうそうそう、あ、私の目見たら疲れてるのがわかる。今疲れてる？目。どうなんだろうか。会社の床で寝たことある。それは会社の人に見られてないかが心配だわ。あ、今は大丈夫なんだ。あ、でも確かにさ、やっぱショールームさ、結構なんかイベントあって終わった後夜やったらね、疲れてるねって言われるけど、まあそれはもうね、しょうがないよねって思って 私もさ、画面で見たら、うわ。まあでも、めっちゃ疲れてる日はね、めっちゃうわ、顔疲れてんなって顔してるんだよね。でもそう、だいたい疲れてる日は、今日ごめんなさい、めっちゃ疲れてるからテンション低めでーすって言っちゃうからね。そうそう。こういう時はあれなのかな？レバニラとか食べたらいいの？でも明日のお昼はローストビーフなんです。
そう、昨日かな、お姉ちゃんが作ってくれたやつなんだけど、めっちゃ美味しくて、そう、明日の昼食べるの。あーでも私はめっちゃ顔に出るタイプわかる、もうね隠せないの、疲れてることが隠せないそうなの、本当にそうなんですよ。まあでもね、もうそう顔に出やすい、なんだっけ、あのまあそれはこれは関係ないんですけど、あの動物占いってあるじゃん。そうそう、あれでさ、私は隠し事ができない性格らしくて、まあでも当たってます、私はね隠し事はできませんそう、もうほんとね顔に出ますね、疲れが顔に出る。まあ顔にも出るし、テンションにも、テンションでも分かる疲れてんなっていうのが。正直者、走れ正直者。それはちびまる子ちゃん。まあでも疲れてるときはお肉ですよね。もう今日の夕飯お肉だったんで、牛ロースやっぱお肉って、あ、わかった、私昨日もうお肉食べなかったんだよ。そう、いや何がわかったって何もわかってないんだけど、でもなんかそう、昨日ね、まあ夕飯とりあえず豚ヒレ食べようって思ったら、豚ヒレ肉が、私いつも夕飯豚ヒレ肉 100g ぐらい食べてるんですけど、グリーンのを。そしたら昨日 40g もなくて、豚ヒレが、え、やばいと思って、タンパク足りんって思って、とりあえずあとイクラちょっとと、あと豆腐 150g を食べたんですね。でもほんと昨日そしたらお肉全然食べてなくて、基本的に私朝はゆで卵と納豆で、お昼魚で夜お肉って感じなんですけど、まあ昨日はもういつも通り朝は納豆と卵で、お昼はタイでってやったら、昨日はあんまお肉食べれなくて、まあ、だからその分、あ、そう、シャインマスカットだから今日はお昼にタイとお肉を食べました。まあ一応ね、夕飯栄養バランスは、あのまあタンパクもちゃんと取れてはいたんだけど、そう、なんか予想外の出来事でガビーンってなりましたね。でも豆腐食べたから、絹豆腐を、とりあえずはなんとかなりました。もうなんか本当にちょっと調理する、もうこれ以上調理する気起きなかったから、もう豆腐と野菜を一緒に食べてたんだけど、交互に食べてて意外と美味しかった。そうそう、お肉はねテンション上がるよね。そうそう、え、何、ガビーンもそんな面白い、もしかしてあれあれあれ、野菜はもちろん食べております。ポキパキって言った。そう、私は結構キノコと野菜はいっぱい食べて、何、ガビーンもそんな面白かった、もしかして、あれま、そうなの、昭和なんですか恥ずかしい、いや別に恥ずかしいって別にいいんですけど、その昭和でもあれかな、私
最近ちょっとレトロを意識しようって思ってるからかな。待ってねー、アルマも昭和なんですか。あれ、あらあら。めっちゃなんか面白い。なんでなんで。なんか恥ずかしくなってきた。いや別にいいんだけどね、別に。そうそう。なんでなんで。でもその昨日から私インスタのなんかレトロ感をちょっと目指そうってなって、ちょっとフィルターをレトロ、ちょっとレトロにしてみたりとか始めたんですよ。もう関係ないんだけど、それは。それは関係ないんだけど、愛媛は時差があるからね。それは時差ありすぎだと思うわ。でも私そう、平成12年生まれだからね、まあ、全然関係ないんだけど、まあなんでその話したんだろう。だからなんだっていう話。まあ私の12年前が昭和っていうことになるんだもんね。いや、それは使ったことない、それは使ったことないですよ。あ、そういえばね、あんまり関係ない報告をするんですけど、今日はランマ2分の1を2話ぐらい見進めました。そしてムースハンが出てきました。そう、西武園遊園地ね、マジでさ、もう早く行きたいんです。私はアトムと一緒に月面旅行に行きたいんじゃ。本当自分のペースでちまちまと進めております。そうそうそう、そうまだ行ってない、早く。私はあと、もうさっきも言った。そう、それでランマといえばさ、なんかあのあれじゃん、アース&ちょっとね名前が長いけど、あのお洋服のブランドとコラボしてるの全く知らず、一般販売はあるみたいだが、サンシャイン池袋のみというね、なんということでしょうっていうことなんですけど、そう、めっちゃお洋服可愛くて、でも私その日東京にいんのかなっていう話なんですけど、わからん。でもちょっと気になるっていう話でした。全然ピースでもなんでもないんだけど、でも今で何話ぐらいなんだ、忘れちゃった、アニメ。まあ30何本ぐらいやと思うけど、多分、まあほんとちまちまと見ております。だいぶ今日でだいぶ今日でなんか私でも
普段ねそんななんかいっぱい使うことないんです。なんかそのめっちゃ昭和じゃんみたいな言葉、なんか今日だけですげえモリモリに盛り込んできたっていう感じだけどね。愛媛のお土産で日持ちする、あ、愛媛のお土産で日持ちするものの中でおすすめはありますか。あーそうですね、日持ちするもの、練り物、練り製品しか出てこないんだけど、まあでもまあすっごい日持ちするってわけじゃないかもだけど、ポエムは割とおすすめですね。うん、まあやっぱポエムね、私はポエムを押すよイエーイ。あーでもあとみかんゼリー、あの飲むタイプのゼリーとかは日持ちすると思う多分。まあでもちょっとこれからの季節だとちょっと冷たいかなとは思うんだけど、そう特に夏とかは結構良くて、結構私メンバーにそのみかんゼリー、そのチューチュータイプ飲むゼリーを差し入れすることがあったら、結構そのライブ後とかにめちゃめちゃ良くて好評だったので、そうそうそう。あ今度は16タルトにしようかな、いいじゃん。今度なんか今焼き芋味出てるから、期間限定のやつで、期間限定、季節限定で、それをぜひおすすめします。私まだちょっと食べてないんだけど、ここにある16タルトの焼き芋季節限定味、そう飲むゼリーというか、そういうチューチューゼリーも結構あの種類あるからさ、なんかみかんの種類が4個ぐらい確か割とあったから、それで選ぶのもありだと思うべ。はい、というわけでじゃあ今日はここら辺で終わりにしたいと思いますじゃあランキングを読んでいくよ。13位から13位すずちゃん、12位まゆさん、11位ももさん、11位カリネコでも好きだよさん、9位夏目さん、8位海指さん、7位カラスのカーコさん、6位桃の天ぷらさん、5位ロミツさん、4位松坂佐藤さん、3位玉国さん、2位アーキーさん、1位がはやちゃんさんでした。それじゃあ今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまた明日、おやすみなさい。ありがとうございました。おやすみなさい。またねー。